なんじゃこれ。じいちゃん、じいちゃんただいまね。じいちゃんただいま。じいちゃんこの壁どうしたん？おかんやったのかな。よしよし。会いたかったよー、じいちゃん。会いたかったよー。こんにちは、父ちゃんです。ちーちゃん、今寝てます。お、起きた。お。なんか今日来たら、変な壁があるんですよ。前回来た時なかったんですけど、まあおそらくおかんがやったんでしょうね。あっちの方とか、行けないようになってます。ねえ、ちーちゃん。あっち行けなくなっちゃったね。おそらくいない間にゴミ箱とか漁っちゃったりする時があるんですよね。そういうことがまあ多くなってきてこの壁をつけたと思うんですけど、まあいろんなものがありますからね。ちいちゃんのためにもいいのかなと思いますけど、ちょっとかわいそうですわね。ちいちゃん、それで今日おかんにあることを頼まれてまして、それがですね、よいしょ、お米を精米してほしいということで、今から僕が行ってこようと思います。おかん一人なんでね、親父がいた時はね、親父が精米行ったりしてたんですけど、いなくなってからは僕が今精米を行ってます。命の米なんで。でその米を精米しに行った報酬なんですけど、それがこちら、キャベツです。ありがたいですね、キャベツいただきました。ちょっと精米しに行ってきます。キーちゃん待っててね。気をつけてね。はい、今から精米行くよ。一皮むけようね。愛情を注げば米として返ってくる。だから愛情を注ぎますね。やっぱりどれもそうだと思うんですよ。愛情を注いだ分愛情として返ってくる。お米もそうですね。ただまあ例外もありますけどね。妻に愛情を注いでも無知として返ってくる。よーしよ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 し。やっぱりチーズですね。昼間はずっと一匹ぼっちなんで、なるべくですね、会いに来て愛情を注げれたら、注げれたら、愛っていいですね。よし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 。愛は勝っちゃう。ただそれだけですね。だから僕は精米し続けたいと思います。ありがとうございました。よし。じゃあ行こうか。精米行ってきたいと思います。じいちゃん精米してきたよ。命の米精米してきたよ。まあじいちゃん食べれんけどな。よしよし。お待たせ。じいちゃん。
ちーちゃん。ちーちゃん。起きた？ん？もうすぐお昼やでな。お腹すいたんやな。おかえり。このカメどうしたの？兄ちゃんが買ってくれた。もうすごかったんやて。うん。あっちでもこっちでも。でもここもし、もしものことがあったら、いかんでも閉めて。うん。でもその話して、だもうその前からもうしまくって、こっち。もうこれも洗ったばっかりやけど。そういうこと？大変で。それを言うたらもう頼んだるわ、この柵。もう昨日つけたばっかりや、それ。もうそこだけでもさ、もう目が見えんで危ないで。ああ。かわいそうやけどさ。ちょっと待っときよ、ちーちゃん。今やるでな、ご飯な。あ、おしっこしたいかもしれんな。それ寝ぼけとるとね、そこら辺にしてしまうで。おしっこせなからまず。今ご飯作っとるで待っとって。ね、おしっこせなからここで。ちーちゃんできたよ。大丈夫やな、この柵一つ。あ、ちーちゃんご飯よ。おいで。ちーちゃんご飯。はい、柔らかいで大丈夫だよね。ちーちゃんちょっと待ってるよ。取れへんよな。ダメだな。取らせんなんて。